阿武マは海上自衛隊の護衛艦、阿武マ型護衛艦の一番艦。艦名は阿武熊側に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の長良型刑寿命艦、艦、阿武マに続き二代目にあたる。阿武マは中期防衛力整備計画に基づく昭和61年度計画1900トン型オツ型、護衛艦1229号艦として、 三井造船玉の事業所で1988年3月17日に寄港され、1988年12月12日に浸水、1989年7月27日に行使開始、同年年12月12日に収益し、舞鶴地方隊第31護衛隊に編入された。1993年10月29日から11月3日に、 マイズルに寄港したオーストラリア海軍駆逐艦、パース、フリゲート、キャンベラのホストシップとして護衛艦、チクマと共に交換する。1999年3月23日に発生したノト半島沖不審船事件において初の海上における警備行動が発令され、護衛艦、ハルナミョウコウと共に不審船を追跡した。2003年11月6日。 マイズル地方隊第24護衛隊に編入。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第24護衛隊が第14護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ。2009年7月6日、日韓救難共同訓練が日本海において実施され、護衛艦大波 P-3C 哨戒機3機と共に参加し、 韓国海軍駆逐艦、ヨーマンハル、王権と訓練を実施した。2010年3月15日、編成外により、護衛艦隊第12護衛隊に編入、低傾向が舞鶴から呉に転籍。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。ありがとうございます。